はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もねバイオハザード4やっていきましょう。前回ねちょっとやらかしたね。普通に切り刻まれた切り刻まれてしまいましたので、ちょっとね今回リベンジして、まあ、パッとねこのチャプターをね終わらせていきたいなというふうに思います。ね、まあ前回パートね、ワンパートご覧いただいてる方はちょっと繰り返しかっていう感じがするかもしれないですけど、すみません、ちょっと繰り返しになるんですが、ちょっと勘弁してね、ご覧いただけたら嬉しいです。はい、うん、いやーなんかほんとポカ結構やっちゃうよね、こういうゲームってね。なんか勝てないとか、なんか負けるべくして負けたとか、そんなんじゃなくてシンプルにただただやられた。そういう他をね、なくしていかんと。例えばラスボスが強すぎて全然勝てないとかね、そういうのじゃないんだよね。そういうのじゃない。ただ単にやられてしまったっていう、ただ、それだけなのでね。さてさて、じゃあ、このまま進んでいって、また、なんか、なぎなたじゃなくて、なんだっけ、なんかね、すごいね、なんか、ごっついの持ってる、あ、動くやつが。ほいおやすみなさい。よし、じゃあやっていきましょうか。あいつだけ呼び寄せておいて、あいついただけ来るかな。あー、二人とも来るか。OKOK、さすがに届かんでしょう。ちょっとね、最近の悩みがありましてですね、皆さんどうされてるのかなと思って、あのね、いちごバナがね、すごいね、悩みなんだよね。一応なんかいろいろ処理はしたりするんですけど、もう2、3日もしたらまたね、花の表面がザラザラしたりとかっていうのがあるんで、なんかうまいケアの方法があったらね、なんか調べたりするんですけど、なんかそれもね、一生懸命やったりとかしてるんですけど、なんかその実際に出てくる YouTuber の人たちのような綺麗なお花にはならないんですよね。なんかちょっとその黒ずみが残ってしまってるというか、で黒ずみが残ってて、まあその毛穴が開いてるのかどうかなんかちょっとわかんないですけど、またすぐにね戻ってしまってっていうので、ちょっとねやっぱりお肌は綺麗にしておきたいというか、まあ鼻のね穴を、あ、この間金の卵だったのに、そう、なんか残念なんだね。なんかそこら辺がやっぱちょっとね、なんとかしたいところなんだけど、なんかいいスキンケア方法があったらぜひ皆さん教えていただけたら嬉しいです。ということで、リベンジマッチ、ぶちのめしてやる。もう遠慮はしない。誰を切ったの、ほら、ゼロ距離ショット。ここまでやりゃね、さすがのダメでもな、エンダーね、ハンドガンがね、まあ、残念ながらね、ちょっと威力が低めなんですよね。先にちょっとザコを始末しておきたいんだけど、ちょっとチクチクうらっ、いったや、倒した。ああ、終わった。あれ、ハンドガンが弱点か、それと体術が弱いのか。なんかナイフに弱い敵とかいるじゃないですか。あのガラドールじゃなくてクラウザーか。そんな感じだったのかな。まあいいや、とりあえずなんか前回めっちゃ苦労したというか、もうもはや切り刻まれてしまったけど、無事クリアすることができたということで、次進んで、そう、お肌スキンケアね、あとまあサプリとかね、ガツガツ飲んでるけど、なんかそこら辺もね、本当はなんかそういう補助食品的なやつに頼らずとも、無事にね、ボディメイクをすることができればとは思うんですけど、まあなかなかそういうわけにもいかないからね。ということで、ちょっと適当に雑談でもしながら。なんか、ふと、なんか最近思い出したんだけど、昔ね、女友達になんかさ、なんかよくさ、こう、なんとかしてない人生半分損するよとかって言い方するじゃないですか。それなんなんと思って、お前の人生と俺の人生違うしとかってめっちゃ思うことがあるんですよね。で、言われたのがなんかさ、お風呂が僕苦手というか、その、のぼせちゃうんですよ、すぐに。もう10分15分も入ってたら、のぼせちゃう方なんですよね。で、そのなんかお風呂になんか1時間とか平気で入るような女の子がいて、でその話をしたら、お風呂そんな早く出るなんて人生半分損してるよって、別に僕お風呂で、
ゆっくり使って疲れ取れて体がぬくもったらそれでいいのにって思ってるタイプなんで、だから半分損ってどういう意味って聞いて、お前の物差し、差し加減でそんな測らないでくれるみたいなのに、なんかふと、なんか、このゲームをちょっとする前になんかそんなことがあったら、何を思ってかなんかふっと思い出したんですよね。まあ、全然、なんでそれを思い出したのかっていうのはわかんないんだけど、なんかやばい、頭が全然回ってない。違うんだよ。上と、右下と右の下下をやりたいんだけど、ちょっと待って、どうしたらいいかが分かんなくなっちゃった。あれ？で、一旦外して、でもう一回かな。OK。あ、いけた。あ、よかった。ほんとバカみたいなことしてる。とりあえずハメハメしとく。まあ、エイダーハメハメされる方なんですけど、でもなんか、エイダーにさ、ハメハメしたらさ、なんか、普通に物が取れるまで腰振られそうだよね。あなたその程度みたいな感じ言われてた。いやいや、そんな下世話な話です。だから、なんかさ、何かやらないと人生半分損するよとかさ、なんか人生損するよって、なんでそういうネガティブ思考なのとかって思うんですよね。だから、お風呂にもっと長く使ってゆっくりできるようになったら、人生なんか倍得するよとかさ、なんかもっとこうなったらこうなるよみたいなさ、こう いい風に言ったらいいのにさ、なんか半分損してるわとか、なんかそれができない人のことなんか蔑んでる感じがして、すげえ嫌な思いをしたっていう記憶が痛いのね、あるのね。そう、なんか例えばこの映画を見たらさ、なんか今までの人生観がすごい前向きにできるようになるよっていう言い方をするのさ、いや、この本読んでないなんて人生半分損するよとかっていうのとさ、でさ、全然印象が変わってくるのにさ、そういうのなんか日本人ってとにかくなんかネガティブになるよね。だからアメリカ人とかだったらさ、いや、これすげえおすすめなんだよブラザーって、お前にもさ、やってほしいと思うからさ、ぜひ見てくれよとかさ、なんかさ、お風呂一緒に入ったら気持ちいいだろうとかって、なんかすごいなんか明るく言ってくれるじゃん。だけど日本人の方が、こういうのができてねえねんってありえねえぜみたいな、そういう痛いわそういう言い方をしてくるのがさ、なんなんて思うよね。おお、よく、そうね。だからこの間も言ったけどさ、コミュニケーションの取り方ってすごい大事なんですよ。何でもかんでもなんかさ、まあ確かにわかるよ。なんかね、人間って、例えばモチベーションのアップとか維持とかって、何かがもらえるからとかじゃなくて、何かが取り上げられるから頑張るみたいな風に、動くスイッチの方が強いらしいんですよ。お給料も、もともと、頑張れば800万あげます。でも、目標達成できなかったら600万です。っていう、どう伝えたらいいかな。目標達成すれば、ボーナス込みで800万の給料上げます。っていう言い方をするのと、800万上げますと。ただし、ボーナスを達成できなかったら、ノルマを達成できなかったら600万になりますっていうのと、頑張ったら800万円もらえるっていうのと、頑張れなかったら600万円に減っちゃうっていうのとで、どっちの方がいいのかっていうのを、伝えたら、800万もともともらえます。でも、ノルマが達成できなかったら600万に減っちゃいますっていう方が頑張るんです。人間ってもともと与えられるって確実に思っているものが取り上げられてしまうっていうことの方が、なんとかしてこの状況を維持しなきゃって。だから、ホメオスタシスっていうか、恒常性維持機能って皆さんご存知ですかね。っていうのがあるんですけど、まあ、それがね、人間働くという感じなんですよね。恒常性維持機能つっても何のこっちゃかわからないよね。何かっていうと、例えば人間ってさ、高温動物じゃないですか。36度5分から37度弱くらいまでの体温を維持する。そういうものなんですよ。だから人間って、もともといる環境とか、もともとの考え方とかっていうのに戻りたがる機能っていうのがあるので、それから逸脱するようなことがあったとしたら、まあちょっとね、それを元に戻そうっていう力が働くと、まあこれがホメオスタシス恒常性維持機能っていうところなんですよね。さてさて、サドラは調べられないか。じゃあ、これを最後、装置をね、どうして終わりにしましょうか。実は逆向きなんだよね。逆向きでくるっと回って終わり。そんな感じかな。ね、
だからどうだろうな、お風呂に長風呂する方が人生得するぜっていう言い方をする他に、ホメオスタシスに絡むような伝え方をするとしたら何が綺麗になるんだろうな。ちょっと今パッと頭が働かなくてあれなんですけど、うん、まあね、まあ人生そんなもんや。なんかさ、自分が食えないって思ってるものをさ、なんかさ、これ食わないなんて人生損してるぜって言ってもさ、いや、そんなもん俺嫌いだから食ってねえだけだしと、別に損もクソもねえわって、食った時にまずいってなった方が嫌だわっていうのとさ、いや、これ嫌いなの、いや、食べてみたら美味しいって、今まで食べてきたのはなんかちょっとあんまり良くないものだって、これは絶対うまいから一口食べてみて、まずかったらごめん、もう二度と進めないからみたいなさ、だから絶対これ食ったら世界広がるからって言った方がさ、こんなのも食えないの、食えないのと損してるよねって言われるより、なんかちょっと食べてみようかなっていう気にならない、そんな感じだと思うんですよね。ということでね、無事になんとかチャプター1をクリアすることができたんで、よかったかな。なんかここに来て The Another Order のなんかスタートみたいな、そんな感じなんですけど、これはこのままセーブをして、あれ、ちょっと待って、セーブのあれが出てきてないけど、どうなってる？これこのまま押しても大丈夫なのかな？ん？ちょっと待ってね。ちょっと待って。お茶飲む。ごめんなさい。ちょっとなんか喉に変な引っかかりを感じたの。じゃあこれはこのままピッて押したらいいのかな？はい。だね、あ、なるほどね、ムービーが始まるわけね。ごめんなさい、ちょっとこのまま終わるのかなと思ったんで一瞬カットしちゃったんですけど、ムービーに入ったんでそのまま戻ります。はい、じゃあここら辺は一旦黙っとくかな。The Salazar family, castellans for generations, possessed the ability to control Las Plagas.The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave sensed only by the parasites is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds.Of course, this is purely theoretical. The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There's no turning back now.ということでね、ムービーも終わりましたんで、このパート終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。